シリーズゼルダの伝説不思議の帽子。ゼルダの伝説不思議の帽子は2004年11月4日に任天堂から発売されたゲームボーイアドバンス用アクションアドベンチャーゲーム。略称は帽子など。本作は2001年2月27日発売のゼルダの伝説不思議の好み。2003年3月14日発売のゼルダの伝説神々のトライフォース &4 つの剣に 続き、カプコンを中心として開発が行われた。任天堂 t e ー d 3DS 本体の早期購入者を対象としたアンバサダープログラムとして、任天堂 t e ー d 3DS 用バーチャルコンソールが2011年12月16日より無料配信された。また、2014年4月30日からは Wii U 用バーチャルコンソールとして配信が開始された。その昔、 ハイラルの地が魔物に襲われた時、天からピッコルという小さな種族が現れて、黄金の光と一振りの剣をもたらし、人間の勇者がそれらを携えて魔物を封じたという。封印に用いられたピッコルの剣は、その後ハイラル王家のもとで代々管理され、ピッコルの伝説は後の時代に語り継がれている。ハイラル王国の城下町では、 ピッコルへの感謝を表す一年に一度の祭典、ピッコル祭りが開催されていた。王国の王女、ゼルダ姫は、その祭りに誘うため、町に住む、幼馴染みの少年、リンクの家を訪れた。リンクは、祭りの恒例行事である、武術大会で優勝者に贈られる剣を、祖父から託され、ゼルダ姫と共に、町へと向かった。祭りのひとときを楽しんだ後、二人は、 ハイラル城内へ行き、武術大会の表彰式に臨んだ。会場には、大会で優勝した男、グフーが現れた。すると次の瞬間、グフーは、強大な魔力を発して城内に安置されていたピッコルの剣を折り、魔物の封印を解放。さらには、ジェルダ姫に呪いをかけ石にしてしまう。リンクは姫を守ろうとしたが、なす術もなく、跳ね飛ばされ、そのまま気を失う。 目を覚ましたリンクは、ハイラル王のもとへ呼ばれた。王は、ゼルダ姫を元に戻すためには、ピッコルの剣の力が必要だと語り、剣の修復のためピッコルたちが暮らす森へ向かうよう、リンクに依頼する。リンクは、折れたピッコルの剣と祖父が鍛えた剣を手にし、冒険へと旅立った。世界各地にある道場で、剣術師ファンたちから習得できる技、全部で8種類ある。 ゲームクリアには必須ではない。森の祠園の洞窟風の鳥で、雫の神殿風の宮殿闇、ハイラル上ディレクターは、不思議の好み、四つの県に続き、カプコンの藤林秀丸が担当した。一方、さきの二作品のゼネラルプロデューサー、プロデューサーだった岡本義樹と船水のりたはカプコンを退社したため、本作には関わっていない。 ニンテインドーニュルリポート2005ハットザレジェンドオブゼルダザミニッシュキャプチャーゲームランキングスザレジェンドオブゼルダザミニッシュキャプチャー4ゲームボーイアドバンスフロム1アップ hup.com2016 年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月15日閲覧ザレジェンドオブゼルダザミニッシュキャプチャーゲーム 4GBA ゲインプロ 2010年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月15日閲覧。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・ザ・ミニッシュ・キャプチャー・レビュー。ゲームスポット。2010年3月31日閲覧。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・ザ・ミニッシュ・キャプチャー・ゲームボーイ・アドバンス。イグン。2013年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月15日閲覧。トップ25ゲームボーイアドバンスゲームズオブオールタイム。イグン。2017年9月15日閲覧。ゲームスポート、エスベストオブ2005プラットフォームズ。ゲームスポート、2009年2月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2017年9月15日閲覧。ABC、ゲームスプイ、エスベストオブ2005。 ゲームスプイ2005年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月15日閲覧 AB2005 Nintendo Power Hours Nintendo Power 203 53ありがとうございます